実は俺最強でした。ウェブラジオ円卓会議の休み時間。どうも、テレビアニメ実は俺最強でした、チート能力を持って転生した主人公ハルト役の村瀬歩です。ハルト様の一番の従者フレイ役の清水彩香です。この番組は毎週土曜日26時から ABC テレビ、テレビ朝日系列全国24局ネットアニメージング枠にて放送されているテレビアニメ実は俺最強でしたの出演者たちがアニメに登場する円卓会議の休み時間のようにゆるーく楽しく喋っていきます。ということで、清水さんとお送りするタッグはですね、今回2回目でございます。この番組で一番多いタッグらしいですよ、今のところ。今のところ今後またどうなるかわからないですけれども、はい、盛り上げていきましょう。イエス。で、早速コーナーに参りましょう。実は俺〇〇最強でした。何だろう、先日放送された第5話は主人公ハルトが世界最強のギーゼロッテを圧倒し能力の凄さを見せるというお話でした、はい、そこで今回は私たちがこれは世界最強だ、これだったら負けないという普段だったら自慢するほどでもない特技を発表していきます。どういうこと？世界最強、これだったら負けないけど、はい、普段だったら自慢するほどでもない特技、でもなんか自分が最強だと誇ってるってこと、誇ってるってこと。絶妙なラインだな。絶妙ですね。なんかありますか？全然最強でもないし特技って言えるかもわかんないけど、けど昔ちょっとですね、はいはいはい、あのバーテンダーのアルバイトしてまして、いやかっこいいっていうので、うん、ちょっとカクテルにはちょっと詳しいので、はいはいはい、あのちょっとハルトとフレイに合ったカクテルとかもご紹介しようかな。めっちゃ知りたいって思ってます。最高。イエイ。じゃあ考えてきてくれたんですか？見つけてきたとか、まあ、これが合うんじゃないかなみたいなやつなんですけど、ハルトは、うん、ロングアイランドアイスティーとかいいんじゃないかな。めっちゃ好き。あ、本当ですか？めっちゃ好き。あ、嬉しい。あの度数高いやつを組み合わせる。でもあの飲み口は紅茶みたいな感じで、パッと見た感じこう優しい感じなんですけど、実は中身の度数えぐいみたいな、ハルトっぽいなと思って。でも確かに確かに、そうなんですよ。すごい魔力をね、実は持ってて中身と外身は違うんだよみたいな。で、あのカクテル言葉っていうのもあるんですよ、花言葉みたいな。ロングランドアイスティーにももあるんです、花言葉が。ロングアイランドアイスティー の、あのカクテル言葉は希望。おっていうのもまたこうちょっと主人公っぽくてよくないですか？いい、かっこいい。かっこいいですよね。あれってちなみに、うん、アイスティーは入って ないんですよね。入ってないです。入ってないけど本当に紅茶みたいな味がするんですよ。そうなんです。あれはあのスピリッツが4種類入ってるんですよね。へ、いろんなのいっぱい入ってて、あ、スピリッツっていうのはですね、例えばウォッカとかジンとか、はいはいはい、そういうこうベースになるとか、その度数が高い元になるお酒というか、うん、のことなんですけど、あれはでも多分度数でいうとめちゃくちゃ高いですね。あれ20度超えてるぐらいですね。そう、なのにぐいぐい飲みちゃう。しかもあれあのストローで飲むから余計ね、余計ね、多分ダメだよ。なんかあの東京のさ、どっかしらの界隈でさ、はい、なんか缶でこうストローでこうチューチュー飲んでる人たちのよりも2倍ぐらい強いってことだから。そうですよ。相当ですよ。相当です。相当です。しかも多分あの缶でチューチュー飲んでるやつより飲み口もっと紅茶だから、うん、そうなの、美味しいんだ本当に。そうそうそう、なんかね、あれなんかで友達から聞いて、うん、で結構大学生ぐらいの時かなに飲んで、うまーって思って飲んだらもうベロッベロになって、うん、いやあれは本当にベロベロになりますからね。今もたまに飲みます。作ってもらう。美味しいですよね。でもね、聞いてる皆さん気をつけてください。そう、本当に皆さん気をつけてください。気をつけてください。あとお酒は成人してから。そうです、それはそうです、はい、ということでこれは清水さんの、はい、特技でございました、はい、村瀬さんは。僕の方はですね、あの実は、ま、普通にプロフィールとかにも書いてるんですけど、うん、タロットカードをやってまして。おお。そうで、まあ、番組の方で、はい、なんか特技ないですかって言われた時に、うん、タロットできますみたいな話をしたら、ぜひやってくださいということだったので今日持ってまいりました。あー素敵。やりましょうタロット。え、占ってもらえるってことですか？もちろん。やったー。ちょっといろいろごちゃごちゃするんですけど、すいません、ファンの皆さん、村瀬さんの。いや全然全然、ほんと現場とかで会って、で僕がタロットやってるっていうのを知ってる人だと、はい、やってくださいみたいな感じで普通に言われて、あ、全然やるよってこうやってるので。あ、じゃあちょっと後ほどちょっと電波には載せられない占いをしてもらいます。全然やりましょう。ちょっと失礼しますね。いい音。
これなんか空間を浄化するって言われてる音らしくて、クリスタルでこうなんか音差で叩くやつなんですけど、何見ますか？何でもほぼほぼ見れるんですけど、でちょっと今あの悩んでることがありまして。何ですか？で電波に乗せる電波に乗せられないのは後ほど後ほどで引っ越しをしようかなと、はい、あら、うち、はいはいはい、あの猫ちゃんがいるんですけれども、うん、あの猫ちゃんのためにも、うん、ちょっとこう他の猫ちゃんもお迎えしたいなっていう、こう、うん、お友達を増やしてあげられたらなっていう気持ちもありますし、なるほど、うちの猫ちゃんの部屋とかも作れたらいいなっていう気持ちもありますし、いろいろこう物件を見まくっているんですけれども、うんうん、いつ頃引っ越すのがいいのかなっていう。もう当たりはついてるんですか？物件は全然。あ、じゃあなんか結構タロットって具体的に聞いた方がよくて、例えばじゃあ、うん、物件見つかるのは何月ぐらいが、うん、見つかりそうですかもいいし、もしくはなんか、あの何月に引っ越すのがいいですかで聞いたら、じゃあこの時までには物件見つかるんだみたいな感じの、確かに推測もできるし、どういう風に聞きますか？何月に引っ越すで、okay、じゃあ聞きましょう、はい、7、8、9、10、11、12、1、2、わー、なんか3、なんか仕事してないみたいに、なんか普通に見ちゃう時期的に言うと、はい、一番いいのは9月と、はい、5月です。来年の5月、今年の9月か、うん、来年の5月、一番、いいのはでも9月です。9月はその前進がちゃんと見込めて、で自分の仕事運もその時に引っ越すと一緒に上がってくっていう。9月、うん、とてもいい。5月の物件はもうここで決めるしかないっていう自分の固い意志で、うん、だからそれこそ猫ちゃんですか、猫ちゃんをなんかこう、しかもこの5月にもし引っ越すと、はい、あの正義のカードなんですけど、このカードってなんかバランスの役割もあって、自分のそのいわゆるじゃ仕事していく上でもこういう風に自分がやっていくぞと、であと猫ちゃんだからいわゆるこう家族ですよね、はい、家族を守るために私はこういう風に選ぶっていうののバランスの取れたちゃんと選ぶことができる5月そうところを見つけられると、あと5月までには絶対に決めたいみたいな、その自分自身の強い意志も入ってるというか、うん、だから5月も全然悪くないです。でも9月が一番、9月が一番いい。なんか、うん、いやそれは一番いい9月ですよ。9月がね、9月2月5月かな、うん、なんでわかる？あの、ま、タロットってカードが78枚あって、はい、そのなんていうかな、その結構カードの意味してるところと、あとそのカードの絵柄とかも、うん、色とかも結構あって、そっからこうなんかインスピレーションもすごい、うん、あ、だから読み取る力がすごく大事ってことですね。そうですね、もう多分100人もっとかな、200、300人ぐらい もう僕見てるから、おなんだかんだもう始めて3年ちょいぐらいになるん で、 そうです、すごい、結構何でも読み取る。いや、なんかちょっとすっきりしました。ちょっと1枚だけカード選んでください。え、ちょっとマイク外れます、はい、あ、じゃあこれを、あ、でも引っ越し自体はすごく OK みたいですよ。引っ越しするっていうのがその自分自身の、はい、なんていうのかな、このきちんと論理づいてというか理論立てて考えたことのベースになってるんだったら、ここはなんかいい、ここは良くないみたいなのの判断が自分の中ではっきりしてるんで、うん、それで選んだ物件はまず間違いないから、あと引っ越しの時期さえ間違えなければっていうだけみたいです。やった、とても引っ越しするのいいみたいですよ。お、やった、うん、っていう感じでした。みんな応援してて、応援してて、いい物件が見つかるかはい、っていう感じでございました、はい、ありがとうございます。いえいえいえ、後でまたよろしくお願いします。あ、ぜひぜひいや、もうちゃんと守秘義務は守るんで、ありがとうございますプロだ、どんな内容だろう、まあ、盛り上がってましたが、はい、あっという間に終了のお時間が来てしまいました、はい、ということで我々が出演しているテレビアニメ実は俺最強でしたは毎週土曜日26時から ABC テレビ、テレビ朝日系列、全国24局ネットアニメージング枠にて絶賛放送中です。第6話の見どころは、あ、ジョニーとかギガンのあの村の、はい、パンデモニウム、パンデモニウム、円卓会議もさ、なんならさ最初の方、はい、あの多分なんていうの、原作とか知らない方からすると、はいはい、うん、円卓会議とはですよね、何ってなるけど、あのちょっと ね、 そうですね、とある方のね、センス、はい、ワードセンスによって生まれております、はい、でジョニーがギガンがたくさん登場する人間かな会で、あと
リザもやっと出ましたね。待っておりましたリザちゃん、かわいい良識派のリザちゃんでございます。そんな第6話、まだねあの第5話を見ていないっていう方は、はい、D アニメストア、 U-NEXT、DMMTV をはじめアニメタイムズなど順次見逃し配信の視聴が可能となっております。この番組の概要欄にリンクがございますので、ぜひ第5話をご覧ください。またテレビアニメ実は俺最強でしたのブルーレイボックスが Amazon などで予約受付中です。1話から6話が収録された上巻と7話から12話が収録された下巻の2巻組です。上巻は9月29日に発売、下巻は10月27日に発売されます。特典映像にノンクレジットオープニングとエンディング、そして初回特典は劇伴曲などが収録された CD やキャラクターデザイナー安田翔子さん書き下ろしジャケット、シャル、クレイ、リザの特製ステッカーなど豪華特典満載です。皆様ぜひお買い求めください。それでは最後までご視聴いただいた皆様、本日は本当にありがとうございました。